俗王寺神社は、伊勢神宮高大神宮の拙者、内宮の拙者27社のうち、第19位である。継承地、池の裏に望む岬に鎮座し、祭神は、海岸の守護神とされる。三重県伊勢市二見町松下あざ鳥取1687の2に鎮座する。池のうろみ水浴場に近接し、伊勢神宮を構成する125社のうち最も、海岸に近い地にある。 社地の面積は四世七歩。祭人は、スサノカ命を玉道主名。アマ大ラスとスサノカ命との受け入れによって誕生した女神で、海岸鎮守の神である。別名を大御子神と称する。その女神とは危機によれば本来、宗方三女神のことであるが、諸説ある。伊勢神宮の摂者の定義により、演技式神明朝を成立、すなわち、 延長5年以前に創建された。山和姫命よきによれば、山和姫命が島国を巡行した岐路にて、池の裏に達し、そこで鬼へを建て祭った神に、大御子神と名付け、俗王寺神社を定めたという。当初、池の裏に浮かぶ中野島に鎮座していたが、祭祀が断絶し、元禄5年の再興時に、中野島を望む鳥取海岸に移動した。徳年。 高波で被害を受けたため、現社地に移転する。社殿は1908年4月に建て替えが行われた。俗王寺神社は、ホテル、旅送会の町の敷地内にあり、ホテルのフロントで一声かけると、敷地内を通って神社へ行くことができる。ホテルから神社までは、案内看板が整備されている。JR 三宮線、松下駅から徒歩で訪れる場合、 駅前の林道に沿って20分ほど歩き、突き当たると堤防があり、海が広がる。この道には途中沼地があるため、自転車では利用できない。突き当たりから海岸線に沿って進むと、俗王寺神社に達する。三重交通バス池の裏バス停から行く場合、徒歩約40分である。自家用車利用の場合、伊勢二見戸ばライン、戸ば IC より国道42号を経由、約10分である。 自動車で行けるのはホテルまでで神社前に乗り入れることはできない。ありがとうございます。